お前が柔道のトップであり続ければ俺たちはバラバラにならずに済んだんだ。それをお前が、それがお門違いだっつうんだよ。俺だけが柔道か、俺だけの責任かよ。俺一人いなくなったくらいで消えるチームなら最初からないようなもんだろうが。それほどに惜しい居場所だったんならな、てめえがまとめりゃよかったんだよ。自分にできないものを俺に押し付けてんじゃねえ。それができたら俺じゃダメだ。柔道はみんなお前に、真田、お前に、お前に無力な人間の苦しみがわかるか。吠えてんじゃねえよ、負け犬が。真田、アルカディモンが進化した。下がってな。これはあいつと俺の問題だ。物好きなやつだな。どっかの誰かを思い出すぜ。お前のせいで。ほらほら、ほら、さなった、どうして柔道を捨てたんだ。お前がいればチームは続けられた。それなのにみんなお前に心酔して集まっていたんだ。俺じゃダメだ、お前じゃないといけなかったのに。なぜ理由も言わず去っていったんだ。答えろ、サナダ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか、あの頃は説明できなかった。でも今なら言えるぜ。全部思い出したからな。俺はな、友人、ガキの頃にもダチを守れなかったことがあった。何？仲間を失ったのはアンダーゼロが初めてじゃなかったってわけさ。ずっと前から
俺には人の上に立つ資格なんてなかった。それなのに俺はそのことをずっと忘れていたんだ。柔道の仲間はそのせいで犠牲になっちまった。アンダーゼロで仲間を失った時、そのことを思い出したんだ。記憶じゃなく感覚でさ。だから柔道から逃げた。また同じ過ちを繰り返す前に俺をもう一度リーダーにと仰せ、お前から逃げたんだ。柔道を離れたのはそれが理由だ。答えになったかよ。そなた、それに自分にはできないって言うけどな、お前リーダー向いてると思うぜ。フーディエはいいチームじゃねえか。俺はこれから昔見捨てちまったダチを助けに行く。そうしなきゃ何も始まらねえ。お前にも向き合えない。そう思うからな。そんなことができると思うのか。逃げ続けていたお前に。柔道はもうなくなったんだな。ああ、そうさ。俺は俺の居場所を取り戻しに行く。あばよ、龍二。俺の用は済んだ。あとはお宅の好きにしな。面下げてフーディエのリーダーとしてもエリカの兄貴としても俺は甘ったれんなよ。ちとせ、またよしさんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。ったく、警察に誘拐させるだ、とんでもないやつだ。ちとせ、無事だったのか。おう、そういうこった。龍二、お前何、人様に迷惑かけまくってんだ。エデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうか、ボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって、俺たちこれからどうやってフーディエ切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーつったって一応客商売なんですけど、分かってますか、そこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつーの。よりによって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ、ブワーカ。ま、だいたいこんなもんだな。リュウジ、俺はもう大丈夫だ。だからお前もシャンとしろ。ごたくはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ兄貴。ちとせ、へへ、俺が言いたいことは全部言われちまったな。俺は
ディモンが。リージ、死なせ。嘘だろ。